い、どうも皆さんこんにちは、真壁です。真壁の米株取引というブログを書いていて、アメリカの投資家ジム・クレーマーをフォローしています。2月11日金曜日のマットマネーですけども、いやー、この日ね、またね、大きく続落した日になりましたよね。ダウはマイナス 1.43%、 SP500 はマイナス 1.90%、 ナスダックはマイナス 2.78% ですよ。いやー、大きく下がりましたよね。本当に真っ赤っかですよね。もう全体的に下落なんですけども、やっぱ良かったのはこのエアロスペースとディフェンスの部門、この防衛株のところと、あとはここですよ、エネルギーセクターですよね。ここら辺が全部緑ということで、でまあね、原油価格とかも7年ぶりの高値つけましたから、この日で。これね、 SPY ですけども、俯瞰で見るとこんな感じでね、ちょっとおーって行きかけたのにドーンとね、もうこんな付き合ってたら本当にね、お金なくなっていくばかりと、そういうようなね、グワングワンの相場ですよね。でさっきのね、防衛株とか石油株、それだけ上がっててね、あとは大きく下がってる。なぜかというと、やっぱこれですよね。この人ね、ホワイトハウスのサリバン大統領補佐官なんですけども、この金曜日の午後にね、記者会見開いてね、ウクライナ国境のロシア軍、これが増えてるから、もうロシアのプーチン大統領を命令すれば、いつでも侵攻が始まる可能性があると、そうやって言ったんですよね。で、それまではね、まあ中国とロシア仲いいし、北京オリンピック邪魔したくないから、北京オリンピック終わるまでは、別に何もないんじゃないのと思われてたんですけども、このサリバンさん言ったのは、もう次の週にも軍事攻撃、ロシアね、繰り出す恐れあるよと、そう言ったんですよね。オリンピック期間中であろうが関係ないと、もうキワキワに迫ってるよって言ったんですよ。で、あとね、アメリカね、まあイギリスもですけども、とにかくね、ウクライナにいる国民に対して、マジでちゃんと避難してくださいと、そうやって勧告出してるんですよね。やっぱね、ウクライナとロシア、ここの緊張関係高まると、エネルギーのね、世界の供給圧迫されると、そういう懸念広がって、エネルギー価格上がってるってことなんですよね。で、このサリバンさんね、おそらく侵攻っていうのは空爆から始まるんじゃないかと、そこまで言ってるわけですよ。で、首都のね、キエフの奇襲もあり得るよと言ってるんですよね。で、まあダーンってね、市場下がったのは、アルゴリズム的な売りもね、どん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 ね、加速したからと、そういう見方あるんですけども。で、さらにね、この週末ね、土曜日には、バイデン大統領とね、ロシアのプーチン大統領、電話でね、1時間会談したらしいんですけども、まあこのね、ロシアとウクライナとの緊張緩和、これに向けて事態が大きく動くことはなかったと。さあ、どうなるのかということで、教えてジム・クレーマーってことだったんですけども、まだまだジム・クレーマーね、バケーション中なんでね。ということで今回ね、こういう情勢になって、そぐわないようで、いやでも意外にぴったりな、そういうね、1月末のマットマネーの回、これやりたいと思うんですよ。で、この日もね、SP500、下落したところで、うわぁ、もう3連敗だよって言ってたんですよね。で、まあ、珍しくないですよね。もうほんとね、下落っていうのはね。で、ジム・クレーマーね、フェッドの金融引き締め発言があってからというもの、ハイフライングなグロース株とか、大きく下落しただろうと。そして、大きく下落した株の中には、やっぱね、最近 IPO されたばっかりの株とか、スパック上場した株とかも、全部含まれてるんだと。で、自分はね、しばしば言うことなんだけども、このね、株式市場を含めて、ほんとすべてのマーケット、ほんとスーパーマーケットとかね、他のいろんななんかマーケットと名の付くものは全部、それで何によってコントロールされてるかっていうと、やっぱ需要と供給なんだと。でね、去年、2021年は新規 IPO が440もあって、プラススパック上場が記録的で205もあった。600以上がね、新しい株として、ジャブジャブジャブと株式市場に投げ出されて、ジムクレーマー、これどれほどの株の供給かわかるかと、すごいだろうと。で、こういうことも株式市場が上がらない原因の一つになってるんだと。ただとジムクレーマーね、大きく株価下がってきたから、まあこれからね、今こっから上がるとは言わないけども、やっぱり考え始めるべきなんだって言ってるんですよね。何をかっていうところですよ。買いの好機をですよ。まだね、利上げ上昇も始まってないし、で、それこそね、ロシア、ウクライナとかあるわけですけども、ジムクレーマー、いろんなわかんないことあるけども、やっぱりもう買いの好機を考え始めるべき。なぜならば、本当に多くの株が大きく下落してきたから。で、ジム・クレーマーね、去年の11月にパウエル議長が、いやーもうね、これ引き締めなきゃいけないと、あと利上げについて示唆し始めた時、株式市場ね、やっぱちょっとずつ崩壊始めて、で、今はなんとね、その時から株価が半分になってる、半値になってしまってる株っていうのは多くあるんだと。で、繰り返しますけども、最近の IPO 銘柄とかスパック上場銘柄の多くは半値以下になってる。で、なぜならば、投資家はね、こういうね、スパックとか IPO 銘柄から逃げ出したからだと。それを誰が攻めることができるとジム・クレーマーやってるんですよ。まあ、今のような状況だと逃げ出すの当たり前だよなと。だって、そもそも利上げ局面、コンセプチャルな株にはめちゃくちゃきついし、しかもジム・クレーマーね、バッサー言ってるんですけども、多くの IPO 銘柄とかスパック銘柄、こうゴミみたいだからって言ってるんですよね。
いやーすごいな、ゴミってはっきり言うんだと思いますけども。でジムクレイマーね、あの2000年の時みたいだって言ってるんですよ。300以上の会社がね、ドットコム時代にわーって IP をして、そしてその後ねバブルが弾けてそれらの会社消えたんだって言ってるんですよね。あの2000年の時を思い起こさせるなど、ドットコムの会社たち本当に突如として嫌われてドーン株価下がってね、で実際もう消えたんだと。でそこまでのことに最近の IPO 銘柄とかスパック銘柄なるかどうか、これからどうなるかはねジムクレイマー正直わかんないんだけども、だからジムクレイマーね、あのドットコムバブルから自分たちは2つのことを学んだと思うんだって言ってるんですよ。1つ目、 IPO 銘柄が大きく下落した時、もしかしたらもう高値には戻ってこないかもしれないと、そういう可能性が大いにあると、それが1つ目で、2つ目、レアなケースだけどもそこからまた舞い戻ってね、で新高値をどんどんクリアしてって、そのうちメガ会社になる、そういう例もあると。この2つのことを学んだんだって言ってるんですよね。でこの後者の方、実はめちゃくちゃ有望な会社で、今叩き売られてるけども、こっからどん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 ね、もう10倍にも100倍にもなっていくような株、これを当てられたらこれすごいだろうとジムクレイマー言ってるんですよ。だけど敗者まみれの集団の中で将来も勝者になりうる株、どうやって探せばいいのか、これが問題だなっていうことなんですよね。どうやってもしかしたら勝者になるそういう株を探せばいいのか。ジムクレイマーね、今回ね、自分がその指針を与えて自分が割り出した銘柄、それを言ってあげようと、そういう回なんですよね。でジムクレイマー言ってるのはね、幸運にも今は急ぐ必要が全くない局面だって言ってるんですよ。で最近のね IPO 銘柄とかスパック銘柄大きく下落してるんだけども、その状況別にすぐには変わんないからと言ってるんですよね。近未来で何かね潮目が変わって株価が爆騰しだすなんてことはまだ考えづらいんだと。だからね時間はいっぱいあるんだと言ってるんですよね。考えてそれぞれの銘柄を吟味する時間っていうのはいっぱいある。で同時にねここまで大きく下がってきたからいい株を吟味するのに早すぎるっていうことも決してないんだとジムクレイマー言ってるんですよ。長期投資で報われるような銘柄探し、早ければ早いほどいいんだって言ってるんですよね。で自分はね堅実さを大事にしてるから、だから将来の勝者株になるようなその株のね洗い出しにはある種のねシステマチックなやり方でやってみたいんだって言ってるんですよ。で今やっぱりね注目すべきはジムクレイマー、ここのところいつも言ってることだけども、利益を出してるかどうかだって言ってるんですよね。プロフィタブルかどうかだとジムクレイマー、もうここのところ口を酸っぱくして言ってるけども、フェッドが金融引き締めをやるときっていうのはウォール街は利益に注目して利益を出してる会社を欲するんだと。コンセプトだけの会社はまだ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 やられる。じゃあね最近の IPO 銘柄とかスパック銘柄で実際に利益を出してる会社、これどれぐらいあんのかと、それちょっと考えてみようじゃないかということで、去年ね2021年 IPO 銘柄ね440個あるんですよ。でジムクレイマーね、そのうちの2つはもう買収されてしまってなくなったから、だから残りは438個なんだと言ってるんですよね。でその438銘柄プラス、あとねダイレクトリスティングで上場したのが6個あるから、それを足すと444銘柄になるんだとジムクレイマー言ってるんですよね。そしてあとねスパック上場したのが205あるから、それを足すと全部で去年上場した会社649銘柄ということになるんだと。だね、まあ600個以上649あると言ってるんですよね。しかし649って恐ろしいよなとジムクレイマー言ってるんですよね。こんな会社がジャブジャブ上場するからね株式市場崩壊が早まるんだと言ってるんですけども、本当恐ろしいほどの大皿と言ってるんですけども、でちなみに438の IPO 銘柄のうちもう351はIPO 価格より下なんですよ。だからほとんどの IPO 銘柄沈んでるってことですよね。で205のスパックのうち176が、あのスパックってねずっと10ドルでそっから用意ドンになりますけども、その10ドルを下回ってるんだと。だからね IPO 銘柄もスパック上場銘柄ももうそのほとんどは上場した時から株価下落してると。そういう中でじゃあこのね全部で649銘柄どれぐらいが今年利益を出す会社なのか、ジムクレイマーねこれはねトリッキーな質問だって言ってるんですよ。でまあこっからねこの649こう絞り込んでいこうということで、まずジムクレイマーねアナリストが一人もカバーしてないような銘柄、もうこれは花から対象外としたんだって言ってるんですよね。だいたいそういう会社っていうのは失敗するのが落ちだから。でね649銘柄のうち559銘柄に関しては決算の予想見積もりがあるから、まずその559を注目していくよと。でその559のうち204銘柄に関しては2022年に
実際に利益が出るとそういう見積もりになってるから、だからまあとりあえず利益が出るという意味では204銘柄まで絞った。ジムクレイマーね、これはね自分が想像してたよりも多い数字であると。ただこれらの会社でも利益予想がねめちゃめちゃポジティブなものっていうのはほとんどないんだと。だからねここでねこの204銘柄まだまだ追加のフィルターをかける必要がある。でそれがバリュエーションだって言ってるんですよね。204銘柄のうち PER が30以下なのが129銘柄、 PER が20以下なのが92銘柄、 PER が10以下なのが35銘柄あるんだと。10以下とか安く見えるよなと、下手したらね安すぎるから逆になんか問題があるのかなと、そうやって思ってしまうレベルなんだけども。ということでね、ジムクレイマーここではとりあえず PER が30以下に、とりあえずその30以下の129銘柄に絞ろうじゃないかと。でさらにジムクレイマーね、この129銘柄のうち31銘柄はもう本当にちっちゃいちっちゃい会社でね、ちょっともうここでは置いとこうと、このテレビで語るに値しない会社だと言ってるんですよね。であとはね歴史的に見ても中国が関わる IPO っていうのはもうダメだから、これも除外すると。であとはねジムクレイマー、まあ、2022年利益出るのはいいんだけども、2023年の利益見積もりも見て、もしねそれが2022年より下がるようだったら、うん全然減速するじゃんと見積もり的にはね。でバリュートラップの可能性があるとして、そういう銘柄も除外して、であとはねバランスシートが悪い会社も除外する。そういうことをするとどうなるかっていうと、129銘柄の中から残りがね61銘柄になったんだと。逆に言うと61銘柄に関しては利益も出ててリーズナブルのバリエーションでバランスシートも悪くないんだと。でスタートがね600以上だったから、まあ大体ねスタートの銘柄数から考えると10分の1だと、ここまで10分の1まで絞りましたと言ってるんですよね。ジムクレイマー、この61銘柄一個一個見て、自分がハイライトしたいなと思った11銘柄、これをね紹介していくよと、そういう回なんですよね。ジムクレイマー、その11銘柄ドーン出してるんですけども、一つ目これだって言ってるんですよね。ペレラワインバーグパートナーズ、これですよね。ペレラワインバーグパートナーズですよ。でこれ何かっていうと、あれですよね、独立系の投資銀行ですよね。いろんなね M&A とかそういうやつの戦略財務的アドバイザリーサービス、これをやってる会社なんですけども、本社ニューヨークなんですけどね。ジムクレイマー、この独立系の投資銀行、株価は今年の利益見積もりの8倍だって言ってるんですよね。でしかもこれねスパック上場してるんですけども、スパック上場してる会社の中ではすごくレアなんだけども、配当も出してんだと。 2.5% 出してる、これいいんじゃないのってことなんですよね。でまあ株価こうなってるんですけども、ペレラワインバーグ、まあ、ちょっと上がりつつあると。で2つ目なんですけども、ジムクレイマー、ドールだって言ってるんですよね。これあれですよね、僕スーパーとかでよく見るんですけども、生鮮食品メーカーですよね。果物とか野菜とか、あとジュースとかのね。ジムクレイマー、新鮮な果物とか野菜のブランドだって言ってるんですけども、最も最近の決算ホットなものではなかったけども、でもねパッケージとフードのプレイっていうのは今の状況に合ってるかもしれないんだと。配当も 2.5% あって、株価は今年の利益見積もりの8倍。ジムクレイマーね、まあ自分はねそんなに好きな銘柄じゃないんだけどと言いながら、だけど IPO 銘柄スパック銘柄絞ったら悪くない銘柄だと。はい、3つ目これなんですよね、プレイティカなんですよ。プレイティカでね、この会社ねイスラエルのゲーム開発会社なんですよね。で主にねモバイルゲームとかやってるんですけども、プレイティカ、ジムクレイマーね、テイクトゥインタラクティブがジンガを買収してモバイルゲームの方もどんどん行こうとしてるだろうと。今ねモバイルゲームっていうの業界としては面白いよって言ってるんですよね。まあ株価こうなってて、ここねドーン落ちてますけども、もしかしたら決算かなんかだと思いますけども、面白くなってきてんじゃないかと。はい、で4つ目なんですけども、トレーガーですよ。トレーガーでね、これね何の会社かっていうと、ペレットグリルメーカーなんですよね。あのバーベキュー用のアウトドアキッチンシステムの会社だと。ジムクレイマーね、こういうグリル株サプライチェーン問題もあって厳しいとそう思われてるんだけども、ただね株価っていうのはまあだだ下がりですけども、今ね利益の17倍で株価も一桁だし興味深いかもしれないよと言ってるんですよね。まあでもね、まあここまでの銘柄まあいろいろあったけども、ジムクレイマー、自分はねこのね5つ目の銘柄に期待してるんだと。5つ目、これに期待してるよって言ってるのがネクスターズなんですよね。ネクスターズで、これもねゲーム開発会社なんですよ。モバイルゲーム開発の会社なんですよね。でこれねキプロスの会社なんですけども、これね株価が利益の10倍、安いよって言ってるんですよね。でまあずっと10ドルでねスパック上場してからも全然変わらずですけども、ジムクレイマー、自分は好きだよと言ってるんですよ。はい、で6つ目なんですけども、これですよね、ホーリーだと。自動車部品メーカーだって言ってるんですよね。でこれはねスパック銘柄の中では珍しく、
10ドル以上の株価なんだって言ってるんですよ。ホーリーね、自動車部品メーカーで、まあ本社はね、ケンタッキー州なんですけども、珍しく、この10ドルでスパック上場してから、株価10ドル上なんだって言ってて、まあ上って言っても 11.81 ドルなんですけども今。でね、でもね、株価ね、バリエーションそんなね、高いわけじゃなく、利益の14倍。ジムクレーマーね、この会社は安定したグロースもあると、リアルなビジネスをやってる。スパックなのに珍しくていいと思うよと言ってるんですよね。で、ジムクレーマー。7個目と8個目。これはフィットネススタジオとかジムの会社だって言ってて。これですよ。F45 トレーニングとエクスポネンシャルフィットネスだって言ってるんですよね。まあ両方ともね、フィットネスジムの会社ですよ。で、ジムクレーマー。この F45 の方、株価的にね、ちょっと苦しんでるけども。で、まだね、エクスポネンシャルの方がいい上がり見せたりもしてきてると。で、ジムクレーマー。これ両方ともね、やっぱフィットネスジム銘柄、オミクロンが落ち着いたら、もっともっと良くなるだろうと言ってるんですよね。はい、で、9つ目なんですけども、サンカントリーエアラインズだって言ってるんですよね。ジムクレーマーね、これね、比較的小さな航空会社だって言ってるんですけども、いやー、そうなんですよね。本社はね、ミネアポリスにあるんですけども、まあ手頃な価格でね、で北米とか中央アメリカとか、あとカリブ海とかでね、どんどん飛んでる会社なんですけども、ジムクレーマー、これ今株価はね、利益の16倍、悪くないんじゃないかと、そういうことなんですよね。はい、で、10個目なんですけども、10個目、オープンレンディングですよ。これがね、ジムクレーマーね、自動車ローンの会社だって言ってるんですけども、そうですよね。オープンレンディング。自動車ローン関連ソリューションのプロバイダーですよ。で、まあ、独自のデータ持ってて、その融資プラットフォームを自分で持ってて、で、車のローンに特化してると。で、ジムクレーマーね、フィンテックは本当ね、どれもやられてるからなって言ってて、で、そうですよね、本当フィンテック今すごいですよね。もう下落具合がね。で、オープンレンディングも、全然例外じゃなくて、どんどん下がってるんですけども、もう半年以下になってるんですけどね。ただ、ジムクレーマーね、車業界っていうのは、サプライチェーン問題がマシになったらね、半導体不足の問題とか、マシになったらまた盛り上がってくるかもしれないからなって言ってるんですよ。で、この株ね、利益の18倍の株価、ちょっと高いかもしれないけども、でも株価ね、これ戻ってくるかもしれないよと言ってるんですよね。はい、で、最後ね、11個目なんですけども、エンデバーなんですよ。エンデバー、ジムクレーマー、自分はね、この会社、好きだよって言ってるんですよね。でね、WME とかの親会社なんですよ。で、エンデバーといえば、WME も、あと IMG も、あと UFC も、こういうのが親会社なんですけども、まあ、WME っていうのはね、これタレントエージェンシーなんですよね。で、IMG っていうのは、スポーツ選手のエージェンシーなんですよ。でね、これね、IMG アカデミーってね、なんか有名ですよね。あの、錦織圭選手とかね、あと西岡選手とかテニスの、IMG アカデミーの出身ですよね。で、IMG っていうのはスポーツ選手のエージェンシーの会社で、で、あとはね、総合格闘技団体の UFC。こういうのの親会社で、いや、僕ね、格闘技結構好きなんでね。で、ジムクレーマーね、今ね、ストリーミングサービス、どんどん盛り上がってるんだけども、そのコンテンツにはタレントが必要なんだと。で、そのタレント、誰がコントロールしてるかっていうと、包括的に、エンデバーっていうのはね、大きな力を持ってるんだと。で、他の多くの株と違って、このエンデバー、株価もそんな悪くなくて、IPO 価格より上で、自分はこの株好きだよと言ってるんですよね。はい、ということでね、結論なんですけども、まあ、これら11個のリスト、上げてみたよと。ジムクレーマーね、逆に言うと、もうこれら11個でいいよと。他のやつも見る必要ないよと。600個以上ある、去年上場した銘柄から絞りに絞ってこれら11個。で、ジムクレーマーね、ここまで IPO 銘柄もスパック銘柄も大きく下がってきて、買いの好機が来たと考えることもできるんだと。でもまだ時間はあるからじっくり見繕っていこうじゃないかということで。で、多くの IPO 銘柄とかスパック銘柄、それはただのジャンク、ゴミなんだけども、限られた銘柄はやっぱね、興味深いと思うよと。ジムクレーマー、こっからこれらの株が上がると言ってるわけではないんですよ。だけど、厳選するとこういうことになって、こういうのも、あなたの虎視眈々リストに入れといてくださいねってことなんですよね。いやー、自分的にはね、知らない銘柄いっぱいありましたけども、まあ、自分的に気になるのはこれですかね。エクスポネンシャルフィットネスかな。あと、オープンレンディングとエンデバーぐらい。じゃ、気になりますけどね。で、ジムクレーマーね、ここからまだまだ下がるかもしれないけども、下がれば下がるほど、買いの好機探しをするんだよと、そういうことなんですよね。はい、ということで、ライトニングラウンドないんでね、ライトニングラウンドもどきをやりたいんですけども、各コーナーのセクターで差し込まれるやつ。今回ね、2月1日分なんですけども、まずね、カリフォルニアのチェイスからの質問。この人ね、eBay どうですかって言ってるんですよね。で、eBay ね、株がこうなってますけども、まあ、だいぶ落ちましたけどね。ジムクレーマー、eBay ね、PR が低いことは確かなんだけども、まあ、PayPal が失望を生んだこともあるし、PayPal と eBay、まだね、関わりがあるから、eBay ね、注意深くいかないといけないよって言ってるんですよね。
はい、次、オハイオのウェインさんからの質問。ワールプールどうですかってことなんですよね。で、これワールプールね、大手の家電メーカーなんですよね。洗濯機とか乾燥機とか冷蔵庫とか冷凍庫とかね、そういうののメーカーなんですけども、ジムクレーマー、率直に言って自分ね、この前の決算のカンファレンスコール好きじゃなかったんだって言ってるんですよね。ワールプール、まあ株価に下がってきてますけども、やっぱね、原材料コストの高騰の問題があって、あと利上げもやっぱ問題になると思うよと。 PR ね、これね 6.9 なんですよ。で、 PR 低いんだけども、自分はやっぱ心配してるって言ってるんですよね。やっぱ決算がそれほど良くなかったから、だからうーんちょっとなーと言ってるんですよね。はい、次、アイオワのねマークさんからの質問。ジローどうですかってことですよね。ジロー、いやー、これね、もうすごいことになってますけども、株価、これ不動産情報サイト で自分でね、住宅をね転がしたりもしてるんですけども、まあ株価がほんとね、もう見事な右肩下がりなんですけども、ただこの金曜日ね、トーン上がったんですよね。プラス 12.66% で、これは2月10日に決算発表があって、で EPS がねマイナス 1.13 だって、でこれはね 0.04 のビートだったんですよ。で、売上も 3.88 ビリオン、これも615ミリオンのビートで、お決算意外にいいねってなってトーン上がってるんですけども、ジムクレーマー、まあこれね、言ってんのはこの決算の前ですけども、自分はこの株のファンじゃないよと、もっといい株が他にあると思うよって言ってるんですよね。しかもこのジローっていう会社に対しても、もっといい状況がね、今より他にあると思うから、うーん、どうかなと言ってるんですよね。はい、次、オハイオのキャロラインさんからの質問。この人何言ってるかっていうと、デキスコムどうですかって言ってるんですよ。これあれですよね、医療デバイスメーカーですよね。あのね、糖尿病の患者さん用とかに血糖値測定器とかのね、そういう会社なんですけども、樹木テーマ、デキスコム、これはね、やっぱ素晴らしい会社で、で最近番組も来てもらったんだけども、いつも素晴らしいストーリー語ってくれるんだと。でね、このね、キャロラインさん、自分ね持ってて買い増してもいいかって聞いてるんですけども、ジムクレーマー、素晴らしい会社なんだけども、買い増してほしくはないよって言ってるんですよね。で、株価的にはまあ結構ね、高値からっていう意味ではどんどん下がってきてて、買い増していいかってことで、いや買い増してほしくはないよと。なぜならばこの株素晴らしいんだけども、利益の250倍だから、今こういうね、バリエーションの高い株、自分はね、強くおすすめすることができないんだと。素晴らしい会社だけどなと、そういうことなんですよね。はい、で最後なんですけども、インディアナのスタンさんから、ウォルグリーンズどうですかってことなんですよね。ウォルグリーンズ、これあれですよね、ドラッグストアの会社ですよ。まあ僕ね、職場の近くにね、ウォルグリーンズあるんでね、なんかちょろっと買わなきゃいけないものあったらよく行くんですけども、ジョムクレーマー、これに関しては、新しい CEO のロザリンド・ブルーは、彼女に自分はね、めちゃくちゃ期待してるよって言ってるんですよね。だから買いだと思うよって言ってるんですよね。ウォルグリーンズは買いだと。ということで今回は以上です。今日も聞いていただきましてどうもありがとうございました。これからもジムクレーマーフォローしていきますので、まだの方はぜひチャンネル登録どうぞよろしくお願いします。よろしければ毎日マットマネーの解説記事が届くメンバー登録もどうぞよろしくお願いします。今回のメンバー限定動画ね、何だったかっていうと、まあ、ジムクレーマーのファンドが持ってる銘柄、深掘りということでね、NVIDIA のアーム買収失敗大丈夫なのか、イーライリリーなんでね、決算良かったのに下落したのか、フォードの決算ミスこれ大丈夫なのか、ペイパルとメタなんで損切りしないのか、アマゾンの短期リスクは何か、高決算のディズニーの強みは何かと、まあこれに限らずね、もっといろんな銘柄やってるんですけども、そういうことなんで、ご興味ある方はね、ぜひメンバー登録どうぞよろしくお願いします。あとはね、サブチャンネルの方もどうぞよろしくお願いします。今週何があったかっていうと、ジムクレーマーバイアンドホームワークをしようと、であとジンキーさん、イデコの積み立てですよ、着々と始めてるということで、ちょっとジムクレーマー、下落の時は生贄をね、噴火口に投げ入れろと。で、ジンキさん、今のポートフォリオと含み損と。いやー、株式市場下落してますからね。で、ジムクレーマー、ナンバーワン企業を持とうと。で、ジンキさん、姉を追い出すのか、自分が出ていくか、こう問題だよねと、そういうことなんで、ぜひね、サブチャンネルの方もどうぞよろしくお願いします。最後ね、おまけの英語コーナーです。はい、今回の英語なんですけども、まあ、ジムクレーマーね、これね、11銘柄洗い出して、これがそのリストだよと、600以上の会社から洗い出して、これだけだよと言ってるのがこれです。Here's the bottom line. This is it. Out of the 600 plus. はい、そうですよね。Here's the bottom line. This is it. Out of the 600 plus. 長男、次男、どうぞ。Here's the bottom line. This is it. Out of the 600 plus. 自分の部屋にある一番大事なものは、最初サッカーで取ったメダル。Here is the bottom line. This is it. Out of the 600 plus. 自分の部屋の中にある一番大事なものは、メダル。Here's the bottom line. This is it. Out of the 600 plus. はい、そうですよね。で、今回これなんですよね。This is it.
This is it ですよ。でね、これね、This is it ね、まあ、直訳するとね、なんだそれって思いますよね。これはそれですと直訳するとそうなんですけども、まあこのね、it っていうのは、まあこれはその話題で出てきたもんなんで、で例えばね、自分がね、なんかね、探し物してて全然見つかんないけど、あれこれじゃないのってね、持ってきてくれた人がいて、あ、それだよそれだよ、そういう時に This is it、 もしくは友達と話しててね、あれあの人の名前なんだったか全然思い出せないなっていう時に、あれ何々さんじゃない、あ、それだよっていうのも This is it、 要はまさにこれだってことなんですよね。それそれそのことだよと、そういうことなんですよね。でさらにね、 This is it っていうのはこれが最後だっていう意味もあるんですよね。 This is it、 これで終わりだと、これだけだよと、そういう意味もあるんですよね。でやっぱりね、 This is it といえばね、これですよね、マイケル・ジャクソンですよね。 This is it、 これね、マイケル・ジャクソンね、最後のツアーをね、回ろうとしてた時に、例えば彼こう言ってるんですよね。 I just wanna say that there will be my final show performances in London. This will be it. This is it. And when I say this is it, it will really mean this is it. ちょっと言いたいんだけども、これが自分のロンドンにおける最後のショーパフォーマンスになると、これで終わりなんだ、最後なんだよと、これで最後なんだと。で自分がね、 This is it、 これで最後だって言った時は、本当の意味でこれ最後なんだよと、 This is it、 これだけだよと、これで最後だっていう意味があるんですよね。でマイケル・ジャクソンね、この時もうね、体調あんまり良くなくて、だからいろんなね、訴訟を抱えてたんで、お金必要だったんでね、やむなくライブやるんだけども、本当これが最後だよと強調してて、 This is it って言ってて、だけどね、最後のライブやることなくね、亡くなってしまったんですよね。でこの This is it っていうこの発言、結局はね、その後のね、マイケル・ジャクソンのその映画のね、タイトルとして付けられてるんですよね。ということで This is it っていうのはまさにこれだっていうことと、これだけだよと、もうこれで終わりだよと、そういう意味があるんですよね。だからジム・クレーマー、これが結論ですと。でね、11個の銘柄洗い出したんですけども、これだけだよと、こう600以上の銘柄から洗い出して、これだけだよと、そういうことですよね。ということで今回は以上です。今日も最後まで聞いていただきまして、本当にどうもありがとうございました。 Here's the bottom line. This is it. Out of the 600 plus. Here's the bottom line. This is it. Out of the 600 plus. 自分の部屋にある一番大事なものは、最初サッカーで取ったメダル。ああ。あれめっちゃ大事よ。そうだね。一番初めのやつ？一番初めのやつ。何歳の時だった？多分、9歳くらいやったと思う。9歳の時だっけ？9歳か10歳だっけ？なんだっけ？トーナメントだっけ？トーナメントだった。うん。あのあれ？ガラスのやつ？うん、ガラスと赤いリボン。ああ、はい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 。あれ嬉しかったね。あれめちゃくちゃ嬉しかった。あれだって、みんな言ってたもん。人生初の参加賞じゃないメダルだって言ってたもん。そう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 。ね。うん。あれよかったね。ちゃんと勝ってもらえたメダルやから。そうだね。うん。まあじゃあこれからもね、いっぱいいろんなもん取れるといいね。うん、そうだね。今4つ持ってるけど。ね。うん。もうサッカーだけじゃなくて、まあ、もっといろんなもんも取れるといいね。まあ、そうだね。いや、知らないけど。ね、それ、それ、何か知らないけど。それ以外全部、ほとんど参加賞やから。いやいや、こっからほら、またなんかいろんなもんがあるからね。うん。Here is the bottom line. This is it. Out of the 600 plus. 自分の部屋の中にある一番大事なものは？メダル。メダル？うん。何のメダル？サッカー。ああ、長男くんと一緒だ。うん。3個ぐらいある。3個ぐらいあるね。うん。一番大事なのどの時？何歳の時の？8? 8歳の時？うん。どの時？トーナメント勝った。どのトーナメント？初めてのトーナメント？いや。初めて勝ったやつじゃないの？うん。じゃあ一番最後に勝った、一番最近に勝ったやつ？うん。え、それいつだっけ？いや、あの助っ人じゃなくて、助っ人として出たやつじゃなくて？うん。あれサマーだよ。あれサマーだね。あれその後なんか取ったっけ？うん。いつ？多分学校始まってから。あ、そう。ん？うん。そんなあったっけ？うん。あったか。うん？何月ぐらい？何月？9月？9月？うん。それが一番大事なもん？う